先ほどは大変失礼しました。本当にこう大先輩、先生方がいる中で、また皆さんの先輩方がいる中で、このような大役を引き受けて本当に身がこうしぼむ思いというか、すごくこう上がっております。本当にこの責任の重大さを痛感しているところであります。これから先ほども皆さんに、お願いするということでしたが、今晩は一言だけお願いしたいなと思っております。それにはやはりこの今の選対役員、こちらに座っている方だけでは選挙はとても勝てません。皆さんの力が必要であります。皆さんと共に選対と一緒になって、皆さんと一緒になってこの鹿沼市を、また市民を、そして地域を良くしていきたいなと、こう思っております。皆さんの本当にこのご協力をお願いしたいと思います。そんでお願いというのは、本番からでも結構です。明日の朝からでもいいですから、皆さんに近所、隣はもちろんですけど、親戚、隠者、友人、知人、一日一件だけでもいい、一件だけでもいいですから、2ヶ月あります。5、60件はかかると思います。まあ1件と言わないで2件、3件こう連絡していただければありがたいな。そしてこの輪を広げていきたいと思います。そして皆さんでこの鹿沼市を良くしましょう、作りましょう、皆さんと一体となって、選対委員長として、また選対の役員も一つになって、市民の皆さんと共に、頑張ります。佐藤俊、何でも当選させなければなりません。それには皆さんの力が必要です。どうか皆さんよろしくお願いします。私のお願い、また後援会からのお願いです。よろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございました。心からのお願いでありました。本当にお願いを申し上げます。